皆さん、明けましておめでとうございます。えー、本年もどうぞよろしくお願いいたします。えーまあ、今日からですね、またあ、ゆきちゃんがスタートいたしますけれど、まあ、あのちょっと今年の抱負というか、まあ、どういうことを考えようかなと、今年は思っておりますが、まあ、あの答えはですね、まあ、いろんな方は、ああうさぎとしてぴょんぴょん跳ね上がるなんて言ってるけど、もうとてもね、今そんな時代じゃないなと。 思うんですねで、まあ、私なりにまあ、えー、抱負みたいなものはですねやっぱりこう自分が生きていくっていうことをもうちょっと深掘りしていきたいというふうに思ってます。で、まあ、私はまあ服を作ることが、えー、仕事でございますし、まあ、文化の本質みたいなことをですね、えー、昨年は、えー、クラシックの本を、えー、出しましたけれど。 ま,あまだまだ深掘りが足りないなということで、まあ、その一つのテーマは、まあ、やはり本物とは何かと本物と違うものは偽物ということになるんだけど、まあ、そういう衛生のものじゃなくて本質的なものをです、ね、自分の胸にやっぱり手を当ててもう一回深く掘り起こそうというようなあ年にしていこうと思っていますで、まあ、そういった意味ではですね、まあ、皆さんご存知の通り えー、今日のちょっとお話はエルメスのお話をしたいと思います。エルメス、もうご存知ですよね、エルメス。はいでまあ、このエルメスは、ね、1837年に、えーまあ、ティーリー・エルメスというのがいわゆる、まあ、どちらかというとバグの工房ですよね、いわゆる馬のラを作ったり、いわゆるその当時の馬車での移動手段のためのさまざまな革物を作ってきた。 でやっぱり私がやっぱりエルメスをまあずっと限りなくこう憧れているのは、やっぱり一番最高のものを使うということですよね、最高のもの、ですから、まあ、いわゆる昔でいう職人、いわゆるアルチザンのです、ね、最高の材料を自分は世界から仕入れて作っていくということがです、ね、このエルメス社のコンセプトだと思うんですね。 でこれをまあデザインをして、えー、またものづくりをしてで直に販売するというような、まあ、途中にどこの、えー、いわゆるそのワンクッション入るようなビジネスの仕方をするんじゃなくてあくまでもエルメスの思想というものを伝えていくってことが一番納得しておりますで、まあ、ご存じの2014年にです、ねえー、上野の国立博物館でエルメス展をやりました。 まあこれがですね当時のエルメス展の会場の図なんですが、まあ、これを見てやっぱりさらに、えー、まあ自分の中ではもう感動をしてまいりましたでこの中で一番まあこれはここで買ったんじゃないんですがこちらの本こちらの本がですねエルメスのいわゆるまあコ,ンセトコ,スコンセプトブックですよね、まあ、思想というものがこの中に全部凝縮してます でこちらのですね、いわゆるテーマっていうのは全、すべてギリシャ神話、いわゆるオリンポスの十二、えー、の神様がある、でその十二の神様を一、えー、つテーマにしながら、エルメスっていうものはどう作るか、いわゆる馬車で移動するための手段として、えー、これがエルメスの、えー、マークです、まあ、これがまあ具体的にネクタイで申し上げると、えー、こちらですよね。 もうこのやっぱり精神っていうのは絶対変えないということなんです。で、こういうやっぱり精神はですね、まあ、私なりにはまあ、エルメスが好きなもんですから、まあ、こちらの本であるとか、まあ、こちらの本であるとか、まあ、もしくはこちらであるとかいう、まあ、エルメスの、まあ、いわゆるカタログですよね。カタログをいろいろ持ってます。で、これ以外に、 えー、こういったまあやるまあこれは結構重い本なんですけど、エルメスのカッ、えー、ての、えー、古き良き時代のエルメスというものが、えー、どういうものを作ってきたのかがいろいろとこの中には出ております。まあ、バッグの金具一つにしても最高のものを使っていくみたいなことがですね、エルメスの中にはあります。でこのやっぱりエルメスがやっ えー、歴史的に言うと186年の歴史がありますけどこれをまあ日本でですねじゃあもちろん洋服屋で186年間続けてるところなんかどこもないですよね。今まではやっぱりまあ私もそうかもしれませんけど、えー、やはり海の向こう海外のものと向き合ってでそれにやっぱりいろいろ刺激を受けていろいろとその刺激を受けた中から、まあ、私の場合はクラシックという道が一つしかないんだなということに気づいて。 その一本の道を歩いていこうというふうに思っておりますけど、まあ、これが大方はですね、いわゆる海外のものイコールコピーする対象になっちゃう、でコピーという模倣から始まっていくんで、これがすべてを否定するわけではないんですが、やっぱりこのコピーだけでいうと、コピーの繰り返しで終わってしまうと、やっぱり歴史的には残らない。じゃあ、服はどうだというと、服の中にはないんで、食ですよね。 食の中でもなんとなんとやっぱり和菓子の歴史で言うと申し訳でもなく400年の歴史のある、えー、虎屋です、えー、虎屋の洋館、まあ、皆さんも召し上がったことがあると思いますけどももなかもあるし、えー、どら焼きもいろいろありますでまあもちろん、えー、虎屋っていうのは、まあ、どら焼きの、えー、初,初代の、えー、いわゆる宗基さんっていう方がいらっしゃってそれがこの方がですね やっと虎年であったというところから虎らやという名前にされたそうですけどやはり歴史というものを積み重ねていくことを継続していくこれがまあ今、日本の中でもかなりいろんな業界が危機的な状況にはあると思うんですがやっぱりこれを継続していくことはやはり原点に帰ってクラシックの食べることまた着ること生地を作ることをもう一回原点に帰っていくと。 いいいうこととが私は大事なななんじゃないかなと思いま,すまあそういった意味で、まあ、もう一度私なりにはですねやっぱりまあ私がやってきた仕事っていうものはまああとどうですかねやっぱり30年50年経った時におそらくその答えが出ると思うんです、まあ、こういうような服を作った男がいたなということですけど、まあ、それをですね私なりには今年はさらに深掘りしてやっていこうとこんなふうに思っております。はい ではまた金曜日よろしくお願いいたします。チャオボラジョルナタチャオ